ダッカ空港で中期している US バングラ航空のボンバルディア Q400。バンコク空港から離陸する US バングラ航空のボーイング737、8ワット。US バングラ航空はダッカに本社、シャージャラル国際空港に拠点を置いているバングラデシュの民間航空会社。US バングラ航空は2014年7月17日に国内線に就航して、 商業運行を開始した。アメリカ合衆国とバングラデシュの合弁会社である、US バングラグループ参加の企業である。当初は国内線の運行から事業を始め、ハブ空港があるダッカからチッタゴンとジョソールケミへの路線に就航した。ダッカからコックスバザールへの路線は8月から運行された。10月にはサイドプールへの運行が開始された。2016年7月。 US バングラ航空は新たにボーイング737から800を2機9月に導入する計画を発表し2016年末までに新たに国際線へ進出しシンガポールやドバイなどへの路線を設けると発表した。US バングラ航空はエアバス A330 かボーイング777を取得してジッタやリヤドへも路線を広げることを計画している。 US バングラ航空の本社は、ダッカで外交関係機関が集まっているバリダラ地区にある。インドの事務所は、コルカタのボーバザールにある。アメリカ合衆国の事務所は、ニューヨークシクイーンズ・クジャクソンハイツのバングラデシュプラザにある。カナダの事務所は、トロントのイーストヨークにある。太陽国の事務所は、バンコクのワッタナークにある。 2021年8月の時点で US バングラ航空の機材は以下の通りである。着陸後の141便。ありがとうございます。